200はドイツの自動車メーカーアウディが1979年から1991年まで生産していた大型乗用車である。アウディ100の上級仕様であり、アメリカ合衆国ではアウディ5000の名称で販売されていたこともあった。100の上級仕様としては他に1988年に発売されたアウディ V8 があった。2代目アウディ100の 上級モデルとして1979年にデビューした。これは100の車種をベースに100の上級車が搭載していた内径7 9 9トル工程8 6 4ト、mm、ル直列後気筒 2144cc ボッシュ製燃料噴射装置系ジェトロニック付き136馬力 もしくはそれに圧縮比を7.0に下げて、KKK 製ターボチャージャーで下級した170馬力エンジンを搭載し、足回りを強化したモデルであった。駆動方式は、前輪駆動のみとされた。比較的大柄なボディを小型のターボエンジンが、前輪駆動するという構造は、当時のアッパーミドルクラスの乗用車では、ユニークであった。内外装も100よりも高級化されており、外観では、 角型4等式ヘッドライトと15インチ 6J アルミニウム合金ホイールが特徴であった。ターボモデルの動力性能は自然吸気2.8リットルクラスとおおむね同等であり、当時のメルセデスベンツ 280E や BMW528i、ボルボ260シリーズがライバルとなり得た。それらとの比較では新しさ、静粛性、室内スペースでは アウディ200が勝り、重厚な作りとタイヤに頼らない車種セッティングのメルセデス。緻密な回転フィールのエンジンとハンドリングに勝る BMW という構図であった。とはいえ、当時のアウディはまだまだメルセデスベンツや BMW のライバルとは言える出来に達してはいなかった。日本には1981年からターボモデルの 5T が輸入されたが、日本仕様では 自動車排出ガス規制により 135PS、5400rpm、20.6kgm、3000rpm にとどまり、さらに3速 AT が難点であった。1982年モデルはヘッドライトがハロゲンのシールドビームとなり、後部のエンブレムが 5T からターボに変更された。最高速度は時速 180km。 かつての NSU-ROW80 の復活のような CD コール0.33と、空力的なスタイリングで登場した C3 型においても、アウディのトップモデルという位置づけは変わらなかった。ライバルはメルセデス初代ミディアムクラスに、BMW5 シリーズ E34、ボルボ760が該当する。当初のエンジンは 2144cc 直列後、気筒。 136馬力と182馬力、ターボ付きであったが、翌年には 2200cc に拡大され、長138馬力、ターボが、触媒付きで1984年は141馬力、1985年以降は165馬力となり、さらに1989年には、DOHC20 バルブに 200cc で220馬力を出す。 200クワトロ20ボルトも追加された。ブレーキは4輪ディスクになった。アメリカ市場においては、アウディ5000の名称で発売されたが、1989年式以降では、世界市場と同様の100、200に改名された。これは、同国で5000の暴走事例が相次ぎ、それが人気ドキュメンタリーテレビ番組で報道されたことで、社会問題化。 5000の悪評が定着したためであった。日本仕様は 140PS、5500rpm、20.6kgm、3000rpm。1991年にフルモデルチェンジを受け、100は4代目の C4 型に発展するが、この際名称は100に統一され、200の名は消滅した。200クアトロとしての参戦は1987年からの、 WRC グループ A の限定的なラウンドと、イムッサ GTO クラスへのエントリーに止まった。200クアトロミッコラ使用1986年までの WRC において、アウディクアトロのクアトロシステムの優位性を築いたアウディ、モトールシュポルトはグループ B、予定されていたグループ S の廃止が決定されると1987年、シーズン、ノウハウを積んでい基本コンポーネンツが、 同じ200クアトロでのグループ A 参戦に踏み切った。チームに残っていたのは、1987年は、これまでチームに残ったハンヌ・ミッコラ、バルターロールの2名となった。この年のシーズン、競合他社とも 4WD と、レギュレーションで下級圧を控えられたターボカーがトレンドとなる中で、ラリー・モンテカルロ、アクロポリス・ラリー、サファリ・ラリー、フィンランド・ラリーの4ステージであるが、 シーズン序盤で劣勢とも思えたがミッコラがサファリでアウディにとって最後のマニファクチャラータイトルを飾ると多くのプライベータの手によって200クワトロでの参戦が見られた。200クワトロトランザム1989年使用。ありがとうございます。